こんにちは、AKB48 ハルピョンこと橋本春奈です。今日は今からメイクをしていきます。まあ、特にメイクが必要ないお仕事なんですけど、モチベのためにメイクをしていきます。なのでそんなに濃いメイクにはしないつもりです。ファンデとか薄付き、そう、今日はいい推しの日ということなんですけど、ぜひ皆さんアクスタを持って出かけてください。あ、日焼け止め塗るの忘れた。私は今日っていうか、なんかちょっと予定をこの今週入れてたんですけど、なんかモチベがなくなっちゃってやめました。メイクは薄めだけど下地はしっかり塗ります。こんにちは。6日、4月6日、あさってかな、あさって、ちょっとまだわかんないんですけど、ちょっと待って、ちょっとまだわかんないんですけど、確定ではないんですけど、あれを一緒に見よう配信をしたくて、TBS 佐藤健&千鳥ノブのこの謎を解いてみろ。
待って、私のだ。違うか。え、持ってった記憶ないんだけど。でも去年の本当に謎解き、本当に謎解きしてる今。去年の握手会、マジで持ってった記憶ないんですけど、でもめっちゃ自分のなんですよ。すごい顔で今喋ってる、ごめんすごい今スキンケア終わったテカテカの状態の顔で。とりあえずその11月6日夜8時から佐藤健千鳥ノブよこの謎解いてみろ秋の仲良しぶらり旅じゃを一緒に見ながら一緒に謎解き配信をしていこうと思います。ぜひ一緒に見ましょう。よろしくお願いします。え、待って、本当に記憶ないんだけど。マジで持ってった記憶ないけど、忘れ物があったみたい。忘れ物でって届いてるものがもう私のものなんだよな。え、完全に、え、待って、本当に、え、
怖すぎる。怖すぎる今。まだぴょんちゃん、くま、ありがとうございます。え、本当に怖い。そう、まあ別になくても、あの今困ってなかったものだったのでよかったんですけど、今後あれあったのにどこやったっけってなるものだったと思う。え、でも本当に、待って、本当に覚えてない、本当に持ってった記憶ない。怖いです、すごく。まあいっか。まあ、え、本当にでも分かんない。え、なんで、なんでそこにあるの。え、なんか普通に事務所とかじゃなくて、普通にとあるお仕事の場所に忘れて行ってましたみたいな。え、事務所とかだったら、まあ、ワンチャンなんか例えば、まあ、富山にロケする時に、え、待って、全然覚えてないとかあるんですよ。そのまあ持って帰ろうみたいなものとかで置いといたみたいなのとかもあるんですけど、そう、でもまあとりあえず一旦確認して、多分なんか私のだから、私のところに戻っ、なんか来るわみたいだけど、え、ちょっと待って、本当にでも記憶ないんだよな。その仕事現場にキャリーを持ってった記憶もなくて、でなんかキャリーを持ってってたら、もしかしたらそのなんか荷物開けた時に出しちゃったかなとかっていう想像もできたんですけど、本当に記憶なくて今怖い。でもとりあえずメイクしなきゃ。とりあえずメイクしなきゃ。バカ、蓋閉まってるのに。全然覚えてないんですけど、マジでなんでだ、覚えてない、本当に覚えてない、今めっちゃ怖い。この間
つの中に、え、でも入れてくわけなくない？え、だからその服をそれ以外ででも着てないんだよね多分。あの時以来着てなさすぎて多分ね。そうだから、あの時以来絶対着てない気がするのですいません、本当に今謎解きをしてました。なんでそこにあるのかが分かんない。本当に今怖い。いやでも会ったことは良かったけど、え？え？ってなって、多分みんなえってなったと思う。そこの現場のスタッフさんたちも、今連絡してくださったマネージャーさんも、え、どういうこと？って。私が一番どういうこと？ってなってる。本当に。うん。私が一番どういうこと？ってなってるんだよな。こんにちは。でも絶対ぜ、いや全すいません、まあ謎解き中です。完全に怖いな、ガチで謎だな。まあいいや。ああそうだ、アイシャドウないんだった、この中に。メイクポーチ出さなきゃ。この筆に残ってるかすかなアイシャドウでメイクをするっていう、ピョンのズボラが露呈してます今。
やアイシャドウないと薄すぎ顔。今日はもはやアイロンすらもめんどくさいので、そういつもはもうストレートにするのがめんどくさい時はだいたい巻き髪にして楽するんですけど、今日はもはや髪を巻くことさえもめんどくさいのでまとめ髪にします。髪の毛まとめちゃいます。一番楽。アイシャドウ持ってきます。本日使うのはこちら、ユーピンク。こんにちは。ユーピンクでふわっとふわっと仕上げます。ラメももちろん塗って、なんでこんなところにさあるのって思った忘れ物とかあったりする？みんなえみたいな、全然自分置いた覚えないのにえみたいな、本当に覚えない。え今それマジで、今それやってんだよねじゃなくて、もう本当にえ
そんなところに持って外出した覚えないんだけどっていうやつ。今超それなの。もう妖精さんのいたずら、もはやもう家に誰か入っててぐらいの方が、そう、その人が持ってったぐらいの方がもはやもうなんか納得できる。もはやそっちであってほしいレベル。本当に本当に記憶なさすぎて。逆に自分がマジでそこに持ってった記憶がなさすぎて、もはやそっちでやってほしい。それはそれで怖いけどね。え、誰かが自分の家に入れるってこと？恐怖。アイライン太くなっちゃったかな。今日マスカラちゃんと、いや、ちょっとしよう。どうせ落とすとき一緒だもん。軽くね、そんなバッサバサにならないやつ。こんにちは。今日はまだ何も食べてません。お腹空いてなくて。でもさっきお腹空いたなって配信始める前に思って、とりあえずフルーツジュースを飲んでます。がお腹空いてない。私外でジュース買うの禁止にしようかな。この11月何かを禁止にしたいっていう気持ちもあって、そう、外でジュース買うの禁止にしようかな。あれはでも除く、三種の神器は除く。それだけは本当に私買わないとぶっ倒れる。そう、家にもうこのパックジュースがいっぱいあるのでこれを持ち運ぶ。
三種の神器はマジで無理。そう、外でジュースを買うの禁止。スタバはジュースじゃないフラペチーノ、スタバはフラペチーノ禁止でもいけます。今月はなんかホワイトチョコなんで全然飲みたいって思わない。でも三種の神器以外禁止にすることで、例えば それは無理、例えば翼授けるやつとか飲まなくなるし、お金が貯まる、そうね、マジでいつあのそれを持ってったのかめっちゃ気になりすぎて今何も手つかない。本当にいつ持ってったんだろう。全然覚えてない。いつその忘れ物したんだろうって疑問。貯金したいならコンビニ寄らない。でもそうコンビニ寄らあのこっから多分レッスンがね、もうもしかしたらね、まあ、なんか始まってるみたいな昨日ファンの人がなんか言ってるメンバーがいたよって言ってたってことは、こっから私たちもきっとレッスンが始まると思うんですよ。ってことはまあレッスン場と仲良し小良しになるわけじゃないですか。でレッスン場の近くに基本的にあんまりそのご飯屋さんみたいな、だからレッスンの合間に食べるときってそのご飯屋さんに行ってる時間がないんですね、まず。そうだからまあコンビニで買ってきて食べるってことがそのしょうがない。それはコンビニで買ってきて合間の10分でおにぎり食べるとか
が多分多くなりそうな予感がするので、そうコンビニ禁止しちゃうと私ご飯禁止になっちゃうんで、そう、あと別に節約をしたいわけじゃなくて、正直走らないと。でも昨日ズッキーが新公演のリハ始まるって言ってた。え、やっぱ初日面しか始まんないのかな、こっちには降りてきてないんだよね。でもよくある、なんか AKB のメンバーはなんか噂すごいある、よくなんかやっぱそのお仕事でスタッフさんと喋った時に、あ、この日から始まるんですよみたいな、そう、そういうのを聞いたりしてるメンバーがいるから、そうそうそう、だからあんま、なんて言うんだろう、こっちまで降りてきてないこととか、そう、よくある。別にね、いっぺんになんか決まってるならいっぺんに言ってほしいなっていう気持ちはあるんですけど、まあでもしょうがない。うん、でも私は知らないです、だから私は始まらないのかもしれない。ハルキはまだ始まらないのかもしれない、レッスン、そういうこともあるよね。ここだけアイロンしよう。なくなって、じゃーん、ズッキーの羽根ピン、白はまとめ髪でいきます、髪まとめて、いやもはやもうこれでもいいけどねうん、何もせないでもあんま別にまとめなくてもいいかも、意外と。意外といけるかも、まあ、まとめるけど、三つ編みとかでも意外といけるかも。私が不幸で高校生の時アイロンするのとかもうめんどくさい時マジ三つ編みで行ってた学校。お団子三つ編みなんてもう秒でできる、アイロンの方が大変だよ。だからともこちゃんはマジで私なんだよね、あの
朝時間がない時の私まあ編み込んではないけどともこちゃんみたい。そうそうそう、こんな長くなかったしこれぐらいだったしこれで行ってました。今日三つ編みで行くの別にありだな。ちょっと結びたいけどゴムない。結びたいけどゴムない。片っぽだけ、片っぽだけ。待って、でも適当にさ後ろやったからさ後ろ多分綺麗じゃないかも。ガッタガタかも。え、見て後ろガタガタ見える？絶対ガタガタだよね、この辺。下の方、この辺？どうしよう。三つ編み、めんどいかも。まとめ髪にしようかな。結局ね結局ね、三つ編みめんどくさいっていう。下、右が左に来すぎてるってどういうことだ。ちょっとじゃあやり直すよ。結局時間かかりそう。
そのツイン系の髪って自分一人でやるのめっちゃめんどくさいんですよね。どう？ギザギザにした。逆にね、綺麗、めっちゃいい。よっしゃ、よし、これでこれでいこう。こんにちは。今は三つ編みですはい、ちょっと楽してます。髪の毛をアイロンするのめんどくさくて三つ編みにして、楽をしてます。すいません。これでも夜まで持たないかも。夜配信多分できると思うんですけど、配信するときにはもうぐしゃぐしゃになってほどいてるかも。
モコ出動してる今。トモコ出動。お母さんトモコって名前じゃないよ違う。お母さんはトモコじゃない。私の星屑テレパスの時の。できた。しくずの役柄の名前ね。こっちの方が綺麗。まあいっか。三つ編みに合う服着ていこう。軽くスプレーして。アイロンは後で着替えてる時に温めます。何着ていこうかな。でも冬でしょ。冬っていうかもう秋だからね。うん、もはや冬。ゆるっとダボットパーカーね、絶対可愛いよね。でも持ってないんだよね、ゆるっとダボットしてるパーカー持ってないんだよね。足元出してったら寒いかな。そんな夜遅くまでのお仕事じゃないので今日は大丈夫そう。ちょっとここだけ一回ドライヤーで濡らして、間違えた、水で濡らしてドライヤーしよう。完成。ほぼもはやこの服で行ってもいいもはやね。パジャマ。
スモモうまい。意外と。最後まで畳む。さということで、橋本春奈改め遠藤智子が完成したということで前髪はやってないけどね。今日もお仕事行ってきたいと思います。明日何しようかな。よし、明日晴れますか。天気データ取得。あ、曇りか。やめようじゃ。明日寒そうだから家にいよう。でも明日逃したらもうずっと寒いな。今日が最後のあったかい日。ちょっと迷います。めっちゃ歩くじゃん。今日めっちゃ歩くじゃん。しょうがない。よし、ということで、そうなんだよね、私も冬服ない冬服ない、やばい、どうしよう。ジャージ女になる。気をつけます。ジャージ女にならないように。とりあえずダボットパーカー探そう。いや、持ってない気がするんだよな。だからちょっと何の服着るか決めながらドライヤーして、前髪だけ癖ついちゃっているので前髪だけドライヤーして考えます。ということで終わり。
45分までにしよう。あと7分キリいいから。みんなの今日のお昼ご飯は何ですか？味噌ラーメン、いいね。あ、そうだ、無印届いたよ、荷物っていう、メール来たんだった。無印行かなきゃ。うん、今日までだっけ、無印の 10% オフ。もしあれあったら、クッキーあったらゲットしよう。ないかもしれないけど。今日までだ。クッキーあったらゲットします。あ、そっか、新しいお菓子買わない、買わない、ごめんなさい、買いません。化粧品だけ、店舗受け取りの化粧品だけ。ショック。大好きなアイスボックスクッキーが買えないなんて、つらい。在庫あるかだけ見ていい？いや、在庫なくあってくれ、もはやね、在庫なくあってほしい。ネットの在庫はないんだよね。いや、買わないです。あと2袋あるんで、いや、2袋、1袋あるんで、家に。買いません。禁止生活してるんで。ということでじゃない、あとちょっと時間があり、45分まで。はあ、マジか、買えないのつらいな。何時に家出るんだっけ、うち。それでもありだな今日。もうどんどんさ、めんどくさいが勝っていく。で、そう、ドライヤーして癖取ってアイロンしてってめんどくさい。前髪止めて出していくのも別に。いや、でも今日ちょっと前髪眉毛リリ眉すぎるんだよな。仕事だよ。だからこれでは止めない。さすがにこれで止め、あ、可愛いピンで止めていこうかな。ストレスはないです。全然マジストレスフリー。ここすっきりしてて、もはやストレスフリー。でも顔出してくのあんま好きじゃないんだよね。そう、顔出すのあんま好きじゃなくてさ、私顔面隠して生きていきたいタイプの女だからさ。
ストレスはない。ちょっと考えます。仕事間違えてるよね。え、マジで本当に思う。え、本当に仕事間違えてると思う。うちマジで仕事間違えたうん、つく仕事間違えた。よし、まあ一旦ね、一旦45分になったんでランキング読みます。そう、眉毛りりしいからイケメンに見える。ありがとう。うちやっぱさ、男に生まれたかった。そう、眉毛りりしいから男に生まれたかった絶対モテモテだったのに。悔しい。ランキング読みます。ちょっと多分前髪下ろしていくわ。見慣れ、自分の見慣れなさすぎてやだうん、また今度ね、前髪出したり、劇場が始まったらね、前髪出したりとかしたいと思ってますんで、いつかよろしくお願いします。ということでランキングいきまーす。1位まなぴょんちゃん、ありがとう、ありがとうございます。2位、たかつんさん、ありがとうございます。3位ギャローさん、ありがとうございます。4位鉄道ナイトさん、ありがとうございます。5位おまめさん、ありがとうございます。6位リスクさん、ありがとうございます。7位イバジュンさん、ありがとうございます。8位マックミックさん、ありがとうございます。9位ダニさん、ありがとうございます。10位ヌバーストップさん、ありがとうございます。11位 YSA73 さん、ありがとうございます。12位ベベモンさん、ありがとうございます。13位クジノダイゴさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また夜多分できると思う、あの私の気持ち次第時間的には多分できると思うんですけど、私の気持ち次第ですけど、まあ多分やると思います。その時また見に来てください。よろしくお願いします。ということで、それではありがとうございました。はい、あの謎解きのは水曜日です。水曜日、6日、水曜日、6日って水曜日
分かんないけど6日にやる予定なのでよろしくお願いします。それではまたね、ありがとう、バイバー。あ、はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6836盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身春ぴょんこと橋本春奈でした。それではバイバーイ、おやすみ、またね、ありがとう、バイバーイ、ハート、イエーイ、バイバーイ。